政府の経済政策に不満を持つ若者らによ、イランの抗議デモは3日目となる30、もしとテヘランなどで行われ、一部では安当局との激しい衝突に発展しているも、うで、収束する見通しは立っていません。イランでは、物価の高騰や就職難が、い、いることに苛立つ市民が28日、東、ノマシャドで抗議デモを行い、その、 各地に広がりました。三日目となる、ゼロは、首都テヘランなど複数の場所で、疑問が行割れ、この落ちテヘランの台で、若者らが、独裁者にしようなどと避け、最高指導者のハメネー氏を批判し、経営と睨み合いを続けました。また、ブ、ルードで撮影された映像には、男性、アラが、デモの会場から大勢の人に運び出さ、っている様子が捉えられていて、 一部の国メディアは少なくとも二人が警察入されたと伝えています。政府はこれで抗議デモの参加者およそ100人を騙したほか、ラハマにファザリない昭和地、メディアに対して違法な集会に参加し、意を求めると述べて、取り締まりを化する方針を示しました。しかし、インターネット上では抗議デモ、 様子をとした映像が SNS を通じてくされ、し、にさらなる行動を促す投稿も、誰、で、が収束する見通しは立っていません。トンプ大統領、イラン政府を批判、政府に抗議するデモが続いている子にいて、アメリカのトランプ大統領は、9日、自らのツイッターに、政府の、 食や外国でのテロの資金に国の富を無駄、返していることにうんざりしたイラン。市民による平和的なデモだと書き込み、デモを支持するとともにイラン政府を非、しました。その上で、イラン政府は、現の権利を含む人々の権利を尊重す、き、として、デモを取り締まらないよう、イラン政府を牽制しました。さら、三、非には、抑圧的な政権は永遠に続、子、はありえない。 イランの人々が選択、なおする日が来るだろう。世界は中止し、いると書き込み、ミズ、ラが今年9の国連総会で言った演説、言葉を使って、難した上で、演説のうつ、も掲載しますし。ホワイトハウスのサンダース報道、逆に、ショーのナウアート報道官も相次いで、ラン、フを非難する声明を出していて、ランの敵対姿勢を鮮明にしてきたトラ。